んにちは、テマです。今日は私が OBI について説明します。 OBI とはメッシュ Wi-Fi ルータープラスサテライトで350平方メートルをカバーする高速なメッシュ Wi-Fi システムで、サテライトの追加でさらに広範囲の Wi-Fi の届きにくい場所もカバー可能です。OBI はトライバントで動作し、専用のバックホール通信を使用しており、 OBI は一つのネットワーク名 SSID を使うのでシームレスな通信を提供。助けて、森口さん。今日はテマさんにネットギアの、日本ネットギアジャパンの、ショールームにお越しいただきました。そしてお隣は、マネージャーの石豪華さんになります。よろしくお願いします。ご覧の通り私たち一人を除き、縦島横島で揃ってきました。では今日一日一人逃げたけど今日一日ご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあ綺麗ですね。毎日掃除してるんですか？掃除してくださってます。だってこんなに電子機器あるのにホコリが全然ない。あ、そこです。確かにもう綺麗綺麗かもしれない。あ、こちらはこちらさんですか？我らの OBI ファミリーになります。実は OBI にはこんなに種類があるのご存知でした？大家族ですね。そうなんです。こんなに OBI ファミリーがいまして、じゃあ簡単に紹介させていただきます。この右側にある3つが、コンシューマー向けというか一般のご家庭向けの製品になります。で、こちら一番小さいのが OBI マイクロ、これが OBI、 これが OBI ボイスといって、アレクサになって音楽とか流してくれるものになります。で、これが今日発売したOBI シーリングというものになります。天井とかにつけられるようになってます。で、この後ろにあるのが、OBI プロで、その後ろにあるのも最近発売した、OBI アウトドアといって、屋外で使えるアクセスポイントになります。バーベキューとかプールサイドとかカフェとか、パリピ用に使っていただけます。これが一番お買い得に見えますね。あ、本当です？どうです、なんかこう外で使えたらいいなとかありますね。やっぱ結構そのご飯とか食べるときにテラス席だと Wi-Fi が通らないとかあるじゃないですか。ありますよね。ああいうの多分これつけておけば、あ、そういいんですよね、多分。そうです、なんかそういうお店とかにも、一応法人向けなのでお店とかにも置いて、外のお客様にも使っていただけるような環境をご提供できる製品です。で、しかもこ のアウトドアは他社のルーターとも接続できるので、今お持ちのものにつけることができます。はい、そうですね。そう、私の家にはナイトフォークちゃんが今動いていて、あれがなかなか優秀なんですよ。で、OBI とはどう違うのかなって、価格とかスペックとか。なるほど。簡単に説明すると、ナイトフォークは、端末数が少ない時にはすごいスピードを出すことができます。はい、で、例えば、ゲーマーさんとかスピード重視される方にはナイトフォークがおすすめになります。で、OBI シリーズは本当に一般のご家庭でインターネットを使う、ファミリー向けな感じになります。そんなにその速度とかを気にされないで、端末数が多い場合は、OBI の方がおすすめになります。で、例えばこうファミリーとかだと、1階とか2階があると思うんですけど、ラブコネクトでもあったようにこう2階に追加することができるんですね。しかも無線で。で、そうすると2階にも均等に電波が行き渡るような形になります。実は OBI試したんですよ。
ナイトホークからオービちゃんに切り替えてどこまで行けるのかちょっと頑張ったんですけど、うんうん、2回でも行きますね。ソシャゲできました。あ、それはナイトフォークが、いや、オービちゃん1台で結構頑張ってましたね。あ、ありがとうございます、はい、また結構そのオービの電波が強いっていう感じですかね。そう、だからあの本当は今日あのナイトフォークちゃんからオービに変えたら、オービちゃんやっぱり役立たずだから2台必要だねって言おうと思ってたんですけど、一台でも意外と優秀でした。なるほど。あんなちょっと階段行ったぐらいでぐるぐるだったりしませんでしたね。あのラブコネクトみたいに。はい。だそうです、皆さん。なので、まあ、要するに、まあ、きっとナイトホークも優秀っていうのもありますけど、まあ、オービもすごい優秀っていうことなんですかね、うん。で、範囲もそうなんですけど、ベッドルームで動画を見る。ファミリー向けなので、ベッドルームで動画を見る。うん。リビングでも動画を見る。でこっちではゲームしてる。だからいろんなところでいろんなちょっと必要なあの大きいデータのものをやってもみんながやっても大丈夫。ただ電波の飛ぶ距離とかだけじゃなくて。ああ、そっかそっか。あのテマちゃんのうちは回線を1個でやっていたから。回線私が一人でスマホいじってただけだ。家族みたいにしてないから。複数にいたら。そう。ナイトホークは割とあの狭く深くみたいな、オービちゃんは手広くみたいな、あ、まあ、でもそういうイメージなんですかね。イメージはそうですよね。どの、まあ、ファミリーっぽさ、あとは、まあ、女性にも受け入れられやすい。まあこれは白いので別にリビングにボンと置いても、うんうん、あの行きようがないというか。これ何だか分かんないですよね、多分これだけ見たら、ね、その防臭剤みたいな空気清浄機感ありますね、確かに。あれだってめっちゃプラズマ出そうでしたもん。これプラズマ出るのかなって思ったけども、プラズマ出ません。はい、こんな感じになってます裏側は。さっきあのファミリー向けって言ってましたけど、だいたい何台ぐらい接続できるんですか。これ大家族だったらお父さん我慢するとかって考えますか。なるほど、ありがとうございます、いい質問です。この OB マイクロ1台に対して、まあ、うちの推奨は、端末15台までになります。これだって研究室とかちょっとしたサークルでも全然できたじゃないですか。サークルの部員数がその程度であれば、はい、でしかもこれあの1台に対してあのルーター1台ですけど、サテライトとで、まあ、全く同じ形のもの、サテライト3台までこれに追加できるので、あの3台まで追加した場合、まあ、15×計4台になるので60台まで、まあ、叶えることができます、はい、なので、まあ、1台で、あ、なんか結構混雑してきたなって思った場合はもう1台このサテライトを追加すれば問題ないです。すごーい。オービちゃん優秀だった。おや。